今回は株主優待の、ものの第1弾、うん。これはここにチャンネル出していいものかちょっとね、ちょっと考えたんだけど、まあ一応出して人多い評価が出るか考えたいと思います。で、もう一個のチャンネルで株式チャンネルやってるんですね。だけどまあ、登録者数は一人しかいないんですけどもね。まあ、今の経済状態で株式にやるのはあんま良くないと思ってるけど、まあ長く持たん方がいいですよね。うん。わからないもんね。カントリーリスクがあれば、やっぱり。うん。あれなんでね。健康ボーリング教室がついて、これはね、ラウンド1なんですね。これは第1弾ですね。で、プライベートレッスンがついて、カードのね、ものがついておるということで、カードっていうのはこういうことですね。うん。500円のこういう券がついているということですね。うん、割引券と、クラブ会員の、入会券がタダだということです。うん、ラウンド1はね、ちょっと伸びてるのかな、アメリカの方で。ちょっとそこがちょっと、今、決算見てるとそういう感じです。うん、ラウンド1はね、アメリカと日本で今展開してるのとなんだけど、うん、今こういう世の中だから、その、業績として右肩上がりなのかちょっと読めないですね。確かにちょっとしっかりはしているっていうニュースは出てました、今日はね。まあね、そこがね、難しいですね。ただもうずっと持つっていうよりは短期でね、持つっていうのもあるし。まあ、配当利回りがちょっと低いもんね、うん。ラウンド1は結構ね、前もから持ってるとこでもあるんですけど、うん。一時期、そうね、赤字になった時、あったかな、あったね。うん。ちょっと処分する時でしたね、はい。うん。あの、土地の問題ですね、あれは。うん。で、これが、まあ、ラウンド1の株主優待ですね。株っていうのはね、銀行預金にちょっとね、金利が、利回りが高いのと、貸し株っていうやつでもう一個のね、証券会社だと貸せるんですね。で、それで一日一日との利子が入るよっていうものですね。まあ、そんな大きい利子は入らないけど、まあ、銀行預金が0円なんでね、まあ、それを、活用するっていうのも在宅、今のところね、世の中が変わるまではその在宅はなんとかやらなきゃいけないので、やっておりますね。うん。貸し株はね、雑所得があるんですね。で、金利が高いと、貸し株金利が高いところはね、前は 13% ぐらいのとこあったんじゃないかな。18% とかね。まあそういうとこはちょっとあんまりおすすめする銘柄じゃなくて、ちょっとリスク高いよというところね。まあこれがラウンド1の、優待のあれでしたね。一応株式のね、チャンネルもちょっとやってるんですよ。で、名前は三宅海斗でやってるんですけど、まあ、ぼちぼちこれからまたね、やっていきたいけど、世の中がどうなるかわからんから、あんまりおすすめするということもないし、うん。どれがいいとかさ、私は言えないですね。カントリーリスクなかったら分かりやすいんだけどね。やっぱ現物でいかないと。今はね、そういう信用枠を使うと危ないですよ、はっきり言ってね。うん。何が起きるか分からないからね。まあ、そういうことです。はい。これは、ラウンド1の株主優待の件でした。では。